富永沙織のサンデーブランチトークショー。さあ始まりました富永沙織のサンデーブランチトークショー。こちらはですね、サンデーブランチがビュッフェ形式であるように、あらゆるものから今気になることをピックアップしてトークを楽しんでいただく番組です。皆さん自粛もね、だいぶこう緩和されまして、今日もスタジオの外には皆さんファンの方来てくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。例の撮影してくださるって言って、本当にカメラ、素敵なカメラ、本当のカメラマンさんなんですもんね。ありがとうございます。もう本当贅沢な回でございます。ありがとうございます。そしてですね、ちょうど雨も止んで、ね、この外の席も雨に濡れることなくいらしていただけて本当に良かったかなと思います。そして今日はですね、自粛、少し緩和されてどう過ごしてたかなということで、私はですね、おうち時間、結構自分好きなことに気づきました。はい。でそれでずっと4月5月と、インスタライブとかも、今日もインスタライブでも同時に配信させていただいてますけれども、毎日ほぼ毎日ですね、やらせていただいて、でなんか結構家でやる作業が好きだったり、そしてあとお散歩も日課になりました。朝私5時台に起きてでお散歩に行くんですけども、一つ理由があって、紫外線が朝5時台じゃないと高くなっちゃうんで、強くなっちゃうんで、で朝の5時台に行くようにしてました。そしたら不思議なことに、なんか感覚が研ぎ澄まされて、なんていうんですかね、人とあんまりこう物喋らなくてもなんか感じるものが増えたりとかして、ちょっとなんか冴えてきたなみたいなのは気のせいかもしれないんですけどね、そんなことがあったりします。そう、とっても好きですね。そうだから、いろんな、なんかこう天気の変化によって見えるものも変わってくるんですよね。お花がすごく、紫陽花、雨が降ってきたら紫陽花が綺麗に見えてきたりとか、不思議ですね。そんなことをしてます。そしてようやく外食も少しできるようになったりして、私も今週からちょっと外に出てお肉を食べたりですとか、そんなことをしてます。ちょっとだけお酒もちょっと飲んだりとか、してますね。皆さんどうですかね、結構どっか行かれてますかね。なんか日曜日とかでも結構家族連れで早起きしてどっかお出かけするんじゃ感じの雰囲気とかもよく見ることが増えて、なんか本当に徐々にいろんなことが変わり始めたなっていうふうに思ってます。でもコロナまだまだね、コロナはあるので、対策をしっかりとしながら外でこう、お天気を楽しんだりとか、ちょっとそういう、ね、こともやっていけたらいいなっていうふうに。え、何ですか？インスタに何がですか？外食は、そうですね、たまに何食べたかとかを一応編集してインスタグラムのストーリーにアップさせてもらったりとか、あとお花とか、お散歩に行った時にお花を結構好きなんで、お花取って投稿に載せたりとかっていうこともしてます。そうフォロワーが最近1000人を超えまして、ありがとうございます。本当に皆さんの支えのおかげです。本当に全て本当にそう思ってます。でもなかなかこう1000人に行くまで大変でしたけど、やっぱりなんかその数に合わせていろんな課題があったりとかすることに気づいて、一つ一つこうクリアしながら、皆さんにこうインスタライブとかでも通してコメントいただきながら学んで実践させてもらってます。でその成果がちょっとずつ出てるんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。ぜひぜひ例えばインスタグラムですと、今も実は続行させてもらってます。前回佐藤さんがですね、この番組のスポンサーさんでもありますドロップさんの社長さん佐藤さんがですね、電話中継でこうつないでくださって、でまたこのインスタライブもやってほしいっていうふうに言っていただけたので、ありがとうございます。みほぼたんさんですね。ありがとうございます。いや嬉しいです。ありがとうございます。でそうそう、やってほしいということで1週間に3回やってます。今平日が2回と、週末が1回やってます。平日は朝で週末は夜やってますね。でそれも今まで通りももちろん、カネゴンとヨシ君と私っていう3人で
やってたりするんですが、たまに一人でやったりとかして、いろんな形でまたもっともっとクオリティを上げていきたいなっていうのがちょっと思ってるところですね。なのでいろいろ研究していろいろトライしてみたいなと思います。はい、で私のちなみにインスタグラムはですね、アカウントがさおりアンダーバー富永で検索していただくと出てくるので、ぜひぜひそちらもフォローの方よろしくお願いします。結構いろいろ動かしてますね。そのインスタライブが多いですけれども、結構皆さんコメントをたくさんくださって、でその中で会話が進んでいくんですよね。なのでこうトミーのおうち時間という感じでやって、でそこから出社していくような、皆さんそこから行ってきますみたいな、そして週末はただいまみたいな、そんな感じでやらせてもらってます。なので本当に私一人でやってる時もですね、一人じゃなくてみんなと一緒にっていう感じがとっても強いインスタライブになってますね。はい、で今日はですねインスタライブもいいんですけれども、YouTube ライブがですね、このレインボータウン FM さんでは見れるようになってます。ですので YouTube で、レインボータウン FM というふうに入れていただくとですね、バーッといろいろ出てきます。その中でライブが今配信されていて、今あちらのカメラなんですけども、こちら側の映像が見られます。でですね、頭の部分 と、曲の部分はちょっと音声出ないんですけれども、あとはこっち の絵の方が今このインスタライブの絵よりももっと広い絵で見ていただくことができるので、私 この今手で何してるか分かんないですね。インスタライブご覧の方ね、単純にこうグーパーしてたからですけどねそういうのがこっちで見ていただけます。私が例えばねジェスチャーゲームなんかしても分かるわけですよ。なのでまたそういういろんなゲームとかで もですね、もうちょっと慣れてきたら取り入れていきたいなというふうに思ってます。みんなが楽しんでいただけるものをどんどんこちら側から提供していきたいなというふうに思ってますのでね、ぜひぜひ今日は特に YouTube ライブ、見ていただいて、そこからコメントを拾いたいと思います。はい、いつもこのインスタライブの方でたくさんコメントをいただいて、もう今もですねもらってるんです、たくさん。でそれをですねぜひぜひこの YouTube ライブの方で上げていただいて、そこから私ちょっとコメントさせていただきたいなというふうに思うので、ちょっと YouTube ライブ、レインボータウン FM の方に、ちょっとチャンネル切り替えていただけたら、この30分は嬉しいかなと思います。よろしくお願いします。それでですね、私最近ハマってることがあって、韓国ドラマです。皆さん結構見てるかもしれません。愛の不時着どうでしょう愛の不時着見てます？どうですか？見てない見てない見てます見てます。あ、やっぱり女性の方見てらっしゃるそうなんですよ。もうみんななんかこう最近ちょうど韓国のですね、南北問題を扱ったお話で、その中で男性と女性がね、北の方と南の方でその恋愛が生まれて、でそれでお互いなかなか一緒になれない運命の中、まあ、惹かれ合って、なんかこうどうにかこう2人はずっと一緒にいられないものかなんだって本当に心から思いながら見てるんですけれどもね、まあ、ちなみにまだ最後まで見てないのでどうなるか分かんないです。全部で16話まであって、今私が見てるのが11話、次12話ぐらいですかね。なので今一番面白いところだっていう噂なんですけれども、早い方だともう2週目に行ってるなんていう方もいてですね、かなり話題のドラマみたいですね。でそしてさらに今ちょっと出てましたけど、愛の不時着、泥から抜け出せない、まるでオアシスそうさんのね、そうなんですよ、主役のね男性の方がね本当にまっすぐでですね、かっこいいんですよね。あんなまっすぐな方いたら、もう私はその方のセリフの中で好きなセリフがあって、僕は君の顔がね、どんどん君の顔にどんどんシワができていくのを見てみたいと、美しいんだろうなっていうセリフがあるんですけどね、本当にもうそれ新しい感覚でした。そんなこと言われたことがないのでびっくりもそんなこと言ってくれる方いるんだみたいな感じでですね、もう涙が止まらないんですよ。そしてですね、その主人公の方を取り巻く同じ仕事のチームがあるんですけどもね、そのチームのメンバーが本当にけなげで、とってもね温かみのあるお話なんですね。泣けます。おすすめです。はい、そしてですね、最近私この6月にやっていたことなんですけど、ドラマ撮影に行ってきました。で一応そのゴールデンタイムのドラマの、まあ、ゲストでちょこっとだけ本当にワンシーンですけど出てます。で何のドラマかっていうのはまだ情報解禁されてないので言えないんですけれども、まだ第1話も
そう、第1話もですね、何日からっていうのは発表されてないと思うのでですね、またそれ分かり次第お伝えさせていただきたいなと思うんですが、ちょっとね、このインスタ、今ですね、私このインスタライブの方ではなくて、YouTube ライブの方にコメントをいただけたら、そこから拾いたいですというお話を今させてもらったんですけど、なんとですね、この番組のですね、プロデューサーの浜田さんがですね、インスタライブの方にがっつりコメントをくださってます。ぜひぜひ、すいませんね、ごめんなさい浜田さん。 YouTube ライブの方にコメントください。そっちから拾いたいと思います。でもちょっとこれ見方がちょっと分かんないんですけど、あ、ずらせばいいのかな、ずらせば見れますかね。これマウスがね今ここにありますんで、これをずらせば見えるのかな。まあちょっと見れたら言いますね。大丈夫です。はい、そうですね、そうさ、ドラマ撮影の話ですね。ドラマ撮影はよくインスタグラムとかでも皆さんフェイスシールドをねして写ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、私も同じようにフェイスシールドをして撮影に臨んできました。で、出演者はですね、フェイスシールドもよく見かけるこのおでこにこうはめるタイプ、そう、こうおでこにねこうはめてこういう風になってるタイプではなくて、メガネ型があるんですよ、こうメガネで、メガネ型にすると何ですか、髪の毛も崩れないしメイクにもそんなに支障がないしいいっていうことで、メガネ型フェイスシールドですね。これ3回言えって言われたら言えないですね。それをつけてやってます。でね、よく見るとなんか女優さんとかこのメガネの跡が残んないようにこうちょっとクッションつけたりとかしてる方もね最近はいたりとかしますね。あとね、私ちょっと見たので、この下の方になんかこう首にかけるタイプみたいなフェイスシールドもあったりして、いろんなのがあるんだななんて思って、で初めて私それつけて撮影に臨んだんですけど、ちょっと楽しいんですよ、なんかつけて現場、もう控え室でつけて現場行ったら、なんかこう普通に歩いてただけだったんですけど、 AP さんがあれなんだか楽しそうですねなんて、初対面なんですけど、なんか思わず顔に出ちゃうんですね、あれ不思議ですね。なんですかね、やっぱいつもと違うことしてるとなんか面白くなっちゃうっていうかね。で、中にはですね、かなり気遣いのやっぱりある助監督さんなんかはですね、フェイスシールドをすると顔が見えづらくなっちゃうんですね、反射して。なのでこうフェイスシールドをしたら、その方キャップかぶってたんですけど、キャップのこのつばの部分にガムテープでこう貼って、でそこにマジックで例えば大橋とか田中とかっていう名字を書いていらっしゃったんですね。あ、これは素晴らしいなと思って、これだったらどこにいてもすぐ分かるし、あ、こういう配慮ってさすがだななんて思ったりしていたんですけどね。そうだから、徐々にそうやって定着しても、だからドラマの撮影も多分6月の3日ぐらいから多分全体的に始まったんじゃないですかね。で、大体、早いですね、まだ話がね終わらなかった、ちょっとまあそんなことどうしよう、あら、まああとはね、他にもねやってることがあるんですけど、実はちょっと喋りきれなかった、ちょっと次エンディングにちょろっと話しますね。いや早いな。ではね、楽しいですね、本当ね。そう、ぜひね、このね顔表情どんな顔してるかというのも YouTube ライブでこのレインボータイフームの場合はですね見ていただけると楽しいです。ありがとうございます。ちょっと2人ぐらい増えましたね、見ていただけてありがとうございます。